は中止な扱い。邪魔くさい下手な悪態つくやざなり人たりともやむない。捨てな弱ナイフそう甘くない。割りが切れ味鳴らす100倍切り捨てごめんリリックへ込める。じっと貴様にらむ三つ目の目。もう少し早く日付ボケてめんとこのザコラもしつけとけ。俺ら狼に反旗いる返し MIC 持って今日も犬退治ことの確信ズバッと切るライミ。女子供は彼氏見る前に平成維新嵐巻きを壊す一について正し先を壊す天下太平が大義名分。勝てば官軍負ければ歴史は自分で作り出すもの。ペンと剣がぶつかり合うことそれが礎。切り捨てる通り夜明けまで道連れ武士のところへたしなみ学ぶ次のところへ差し詰め。お前じゃ打ち入りでキス待ち伏せてから辻斬り。俺はトーク俺の筋道敵武将全員空気式勘が来たぜもう大丈夫一気通せ五個大勝負。アトミック状態3の四角牛蜜時第3の目が開く命さえかける平成の忍び。世の悪に睨み聞かせ地乗り瞬殺まばたきまでの瞬間懐にマイク影の軍団ドジディそして宇治と刑事鍛え抜かれた陰術の名人。そのヤバさまるで服部半蔵エビシー指地がっぽり繁盛。そのヤバさまるでサルトミサスケヒョヒョヒョやるときやるぜ悪党が笑顔善人のふりで虚言野郎に投げる手裏剣闇を息潜め近づき暗殺照らす三日月。いつの時代も下道は下道借り返しとくぜ今日までのその薄汚い手口を隠す有無言わさず巧みに搾取。魂売った罪を重ねかける気もね武士の情け。冷たく凍りついた表情には相変わらず悪いお嬢ぶは時を超え生き続ける侍。この世マシにするためさすらい刀持ち生まれ走る侍。鏡凍ったこと経団時代日本男児今落とす天中気にしてる魂腐った連中大国土倒す旅興奮日本の誇り守る将軍。天下の宝刀切り裂く平成維新天下の宝刀